さあ、サレさん、私ですね、はいはい、今週気になる車こちらにしようと思います。はい、はい、フォレスター。フォレスターですね。ということで、まだまだ本当に新しい感はあるんですが、このフォレスターは、ね、はい、グレードはどんな感じなんでしょうか。はい、こちらフォレスターの 2.0 XT アイサイトというグレードになります。ほうほうほう。それではサレさんと共に場所を変えて、このフォレスター詳しく見てまいります。さあ、続いては10号車気になる車です。今週はフォレスターをご紹介します。さあ、まずはですね、この評価書をご覧いただきたいと思います。こうなっておりますね、さあですね、はい、はい、内装が星2つ半、外装も星2つ半、評価点4点です。はい、評価点4点というこのフォレスターです。では早速見てまいりたいと思いますが、サリさん、このフォレスターですけれども、はい、2.0XT アイサイトというグレードになっているわけですね。はい、そうですね。もう本当にフォレスターといいますと人気のお車ということになりましたけれども、はい、グレードの部分から、はい、特徴というのはどんなところなんでしょうか。はい、はい、グレードとすると、うん、フォレスターの通常グレードの中で一番高いターボがついているグレードになりますね。そうなんですね。はい、もうターボといいますと、やはりその、はい、エンジンですね。そうですね、はい、エンジン、こちら DIT エンジンというのが搭載されてまして、うん、まあ、今最新の車種にも搭載されているのと同じような種類のエンジンになるんですが、高効率高出力のエンジンになります。うん、もう本当にスバルお好きの方はね、はい、DIT と聞きますと、はい、もう本当におなじみのエンジンでございますけれどもね、はい、フロント部分から見ていきますと、はい、やはりこういったところにも細かな、はい、ポイントがありますね。はい、そうですね。はい、こちらのフロントバンパーも、はい、XT 専用のデザインになってまして、でそのくぼみの部分にちょうどこの LED デイライナーっていうのが、はい、装着されてます。うん、これ見た目的にもすごくかっこよくて、はい、まあ、プラスこう昼間でもライトをつけられるので、うん、視認性が高くなるので、より安全にこう運転することもできます。今街中で運転していても、はい、こういったデイライナーつけてる方多いですもんね。はい、すごく最近多くなってきましたね。本当にこう見かけるようになりましたよね。はい、まさにこの XT、はい、こういったグレードに合わせたデザイニングをされているね、はい、お車ということになっておりますけれども、はい、中もですね、はい、実際に見させていただきたいんですが、はい、ちょっと乗らせていただきますね。はい、はい、さて、サレアさん、はい、まずこのハンドル部分で、はい、これはアイサイトも搭載されているということですから、はい、このハンドル部分でこれが操作できると。あ、そうですね。うんうん、そのボタンがアイサイトの機能のうちの追従機能といって、前の車についていってくれる機能があるんですけど、うん、その機能を操作するボタンになります。左側なんですけれど、はい、これなんか、そうですね、引くタイプのボタンになります。はい、こう外側からこう押すみたいなね。そうですね、感じなわけですが、はい、これは、あ、ここが変わるんですね。そうですね、そこ のマルチファンクションディスプレイというモニターなんですけど、はい、うん、まあ、いろんな燃費情報だったりとか、まあ、あとはその、まあ、エンジンの状態だったりとか、うん、いろんなこう情報が見れるモニターになってます。へ、燃費効率も考えた、はい、まあ、運転も当然考えなければいけませんしね。はい、あと特徴としては、サラヤさん、どんなところでしょうか。はい、このボタンというのはどんなボタンですか。そうですね、そこのボタンが、はい、パワーリアゲートといって、はい、電動で後ろのリアハッチをこう開けることができるんですよ。ああ、そうなんですね。はい、そこのボタンをこう長押ししていただくと、はい、まあ、こういう感じでこう開きましたね。ところが自動的にこう開くようになってますね。はい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 、はい、はい、もうこれはいいですね、やっぱりね。そうですね、遠出でしてちょっと疲れて、はい、やっぱりこうゴルフなんかでね、はい、行った場合には簡単に開けて、ね、はい、荷物を取り出してと。はい、あ、そうですね。これちょっと視線を上に上げると、はい、いいですね、上から。そうですね、ね、こちらの大型のサンルーフになっています。はい、通常だとこう運転席の上側、うん、
あの上の部分だけがこうサンルーフになってる車が多いんですが、うん、このフォレスターの場合すごく大型のサンルーフになってますんで、はい、まあ、運転席助手席の方はもちろんですけど、うん、あの後ろに乗ってる方もすごく開放感がある、ようにこうドライビングができるようになってますね。大型ということで、はい、後ろに乗ってる方も、はい、このサンルーフの良さをね、はい、満喫できるということで、そうですね、サリアさんこれだいぶポイント高くないですか。そうですね、ね、あの今日みたいなこういう晴れの日、そうそうそう、開けて走っていただければすごく気持ちいいと思います、うん、いやもう本当に今乗ってるだけでもね、かなり気持ちいいですから、はい、快適なドライブ皆さんもお楽しみいただけると思いますね、はい、ではサリアさん車の情報からお伺いしましょう。はい、平成25年式で走行距離はおよそ33,000キロ、はい、28年9月まで車検がついている1台です、はい、では注目のお値段、はい、聞かせてください、はい、消費税込み2,679,000円です、うん、なお諸費用リサイクル料は別途申し受けます。10号車の気になる車ですが、25年式フォレスター 2.0XT アイサイト AWD CVT、 お値段は2,679,000円ということになりました。さあサリアさん、これだけね、はい、豪華な装備がついた車っていうのは、はい、なかなか入庫しないんじゃないですか。そうですね、特にこうサンルーフがついてるお車は数が少ないので、ね、はいはい、あのスバル車の中でもこうサンルーフついてるものっていうのはかなり希少価値もあるということで聞いたことあるんですけど、はい、確かにかなり少ないと思うんですかね、はい、皆さんもぜひお早めにお問い合わせいただきたいと思います。